弦つるいきます。まず弓辺ですね。少し右上がり、内側に入ってきたらこの位置よりもちょっと外に出たところから持ってきます。ただ上の位置ぐらいからこれを持ってきますね。まあ似たような感覚でいいかな。この肩はこのぐらいですね。で斜めに来て抜いていきます。同じぐらいの位置から短い縦辺に、位置を合わせて長い位置ですね。中心あたりから45度、これも45度で持ってきますが、ここよりも出します。外に出て少し右上がりで斜めに閉じてもらいます。